皆さんこんばんは。今日もお昼に外から撮ってみたんですけど、風が強すぎて何を言ってるのだか全然わからなかったので、また中から撮影してます。こちらは生徒さんが丹精込めて作ってくださった鉢植えです。で、今日の投稿はですね、アレグリアの、初代のフラメンコの先生のティトちゃんからお家にスペインでいる様子を映像で送ってくれてます。皆さんお家で楽しく遊んでね、愛情たっぷり込めて送ってくれた映像です。ご覧ください。そしてもう一方、ホルヘリンっていう男の先生も映像を送ってくださいました。メッセージと、そしてフラメンコを少し踊っていただいてます。それからジェシカ先生のストレッチレッスン、お家でできるストレッチレッスンですので、毎日少しずつやってみてくださいね。それでは今日も盛りだくさん